目指せポケモンマスター、ジハーディ・タカシです。今日は俺独自の育成ポケモンではなく、ポケモンの日本チャンピオンのポケモンを使用していきます。ポケモン対戦の最上位の公式大会であるポケモンジャパンチャンピオンシップス2021の日本チャンピオンの闇闇が先日配布されました。ポケモンジャパンチャンピオンシップスは、ダブルの大会なんで、今回はダブルバトルのパーティーにチャンピオンの闇闇を組み込んで、その実力を体感してみたい。でチャンピオンの闇闇の育成論で特筆するべき点は先送りという技と脱出ボタントリックのギミックかなと思っていて、先送りというのはダブルならではのサポート技で、これを打たれたポケモンは素早さに関係なく行動が最後になります。でこれを闇闇の特性いたずら心によって先制で打つことで敵の高速アタッカーよりも味方を先に行動させるというサポート。でトリックについては主に相手のダイマックスアタッカーを狙って脱出ボタンを押し付けることにより後続のポケモンの猫魂などの先制技で脱出ボタンを起動させてエースを強制退場させるというギミック。でまあ、どちらも相手の手の内を読んで通さなければならない戦術ではあるものの、ダブルバトルらしいプレイヤースキルの試される、まあ、上級者向けのサポートポケモンだと思うので俺も挑戦していきたいということで、本日はポケモン対戦の日本チャンピオンが見る景色の片鱗を俺も覗いていきたいと思います。いきましょう。マッチングしましたアックスさん、対戦お願いします。不思議花とリザードンのハレパに、イベルタル、ガオガエン、そしてヤドラン、あれ原州ヤドラン、ヤドキング誰ですかお前は。そしてレジギガスじゃなくてレジ、エレキといった舞台なんだけど、まあこれ俺レジギガスマタドガスで全く問題ないと思うんだよね。であとは闇闇のサポートを受けて誰を連れていくかって話なんだけど、とゼルネがいないと相手のグラードンとかイベルタルとかちょっと重くなりそうなんで、ここはゼルネアスにしましょう。お相手はイベルタルとガオガエンから入ってくるスタイルか、まあ、これはイベルタルが99族でレジギガスが100なので、まあ、俺が上から行動できはするで、まあ、ガオガエンの猫魂が飛んでくる可能性はありけりっていうくらいなんだけど、まあ、とはいえここは、ね、ギガインでイベルタルぶん殴っていいと思う。でマタドガスは挑発かな、挑発やな、挑発をこのガオガエン方向に打つことによって捨てゼリフとかでサイクルを回されることを阻害していく。いやこれダイボールかな、いやダイボールだったら全然理解はできる。だったら、まあ、うまい感じに俺の行動全て見透かされた形になるが大丈夫で、で硬いな、むっちゃ硬いこのイベルタル、多分弱点保険とか持ってんじゃない、ちょっと警戒しようか。クソほど硬かったぞ今。でこれで相手の素早さ下げたから俺が、そっか、ダイジェットで S まくれるんだ。いや、だって火力なさすぎるもんね。だからこれで相手の素早さ元に戻ったんで、挑発より先にガオガエンが行動してくる可能性が高い。いや、じゃあこれ相手 S 無ぶりか、あえて遅く育ててるガオガエンだ。高校トンボ狩りとか高校捨て台詞をするために。いや、これは良かった。まあ、ちょっと相手の育成に救われた形にはなるが、これダイアタック次のダイアタックで落とせないんですよ。でイベルタル守る可能性があると思うんだよな。いやこれダイアスを正直ガオガエンでいいと思うな。でマタドガスでなんか鬼火とか打つか適当に、まあ、守ってもよかったな、守ってもよかったけど、いやー鹿の実じゃ、みんな鹿を持ってやがる。まあ、俺のマタドガスも持ってるからなんとも言えねえけど、まあ、基本特殊アタッカーのイベルタルに対する耐性がこのダイアースによって上がったのと、仮にイベルタルが物理型だった場合はマタドガスの鬼火でケアできるっていう完璧な相性補完をしている。で多分ダイジェットが連打されてくるのかなとは思うけどな。ジェット連打でこれはどちらが狙われているか、レジギガス、まあ特殊だろうな、かなり火力を抑えられたからおそらく普通に特殊だと思う。でこうなるとガオガエンが何してんのか気になるけどね、何もしてないのかな。嫉妬の炎はやばくない、それこうダイアースピンポイント読みってこと、やっぱそれはちょっとまずい。嫉妬の炎か、これダイアースピンポ読みなのかな、それかもう攻撃技がそれしかなかったからってことか。いやこれはしてやられたな、てかすげえ恨みを引いてしまったが、でしかも相手の方が素早さは上、天候これあられにすることによるディスアドって裏のポケモンにはまあそこまでなさそうなので、これダイアイスで相手のイベルタルぶん殴りましょう。殴って、でマタドガスはレジギガスワンパンはないからヘドロ爆弾でガオガエンを集中しよっか。ちょっとガオガエンはね早いうちに倒しておきたい。これはダイジェを相手の方が1回多く積んでるから相手の方が早いんだけど、これ急所じゃない、
急所だよな。邪魔してくんじゃねえぞ、この読み合いを。男と男の心理戦を。邪魔してくんな。水差してくんな。クソゲーがよ。まあ、ただこのターンで退場できるから別にいいか。で、やけど負ってるからこの程度のダメージにしかならないね。いや、これダイアース打ったのが完全に裏目に出たわ。結局だってこれ、急所に当たってるから、特防上げた意味もないしな。本当に何にも、ただ俺に不利益を被っただけのダイアースだった。こう読みを通すのがバカみたいに思えてくるんだが、それは。フレアドライブ、これは全然耐えますね。元から、防御種族値高いんで。で、多分これ落とせないと思うんだよな。ヘドロ爆弾で。落としきれないね。まあいいか。まあゼルネアスですね。ゼルネアスなんだけど、これ、あと、起こることは結構分かりきっていて、まず、イベルタルの攻撃がどっちに飛んでくるかは分からん。デスウィングがゼルネアスに飛んでくるかもしれないし、マタドガスが狙われるかもしれないけど、マタドガスが何でも攻撃耐えるのと、このターン、絶対に、ガオガエンが捨てゼリフをゼルネアス方向に飛ばしてくるから、それ自体は絶対に守るべき。てかこれは両守るが安定のターンじゃない。だってガオガエン放置したら死ぬもんな、天候ダメージで。うわ、ここガオガエン引いてくんの偉いな。素で引くの偉い。これ両方引いてるかな。だったらめちゃくちゃうまいんだけど。あ、イベルタルは引かないんだ。イベルは引かずに何をするんだ。じゃあちょっとわかんないね。イベル引かないか。バークアウトか。なるほど。バークアウトで C を下げられるってことね。オッケー。オッケー。まあ、次のターンジオコントロールを積まなければなりません。ジオコントロールを積まなければならないんだけど、いや、ちょっと待って、ジオコントロール積む猶予ってあんのか。いや、まあ、ジオコンか。ジオコンやな。どの道ジオコンだね、これは。ジオコン積んで、で、マタドガスは、もうこれ無理なんだよね。何もできないから、鬼火が仮にグラードに通るんだったら撃っておこう。これ行動順、え？なんでこれバークアウトじゃないんだろう。うわ、これ耐えるのエラー。特防上がったのが功を奏している。ああ、これだ、次のターンで天候ダメージで死ぬのを防いだって感じなのか。だとしたら、まあ、集中もされてないし、さすがにグラードンの断崖の剣では、ゼルネアスワンパンはないでしょ。さすがに。ジオコンが詰めたのであれば、まあ、不意打ちは、火傷で火力下がってるから、だからゼルネアスの圧力が今相当高いはず。鹿の実はこれも全然意味ないですね。全く意味ない。もうこの残り HP なんで。オッケー、いい耐え方してんね。素晴らしい耐え方をしている。で、これ、しかも、マタドガスが消えるから、日照りになるんで、一応、これ、天候ダメージ、あられダメージを受けずに済むっていう、まあ、微細なアドバンテージを稼いでいく。で、もうここからね。もうここからが勝負だから。こっからが完全に勝負で、とりあえず、グラードンを止めながら、ゼルネアスはマジカル社員でいいかな。グラード、まあ、守る可能性はあるけど、マジカル社員でとにかくイベルタルは縛れているので、マジカル社員を撃ちながら、グラードンの攻撃を猫騙しで止めていく。さあ、猫が通っていく。で、あ、不意打ちを選択してきているか。いや、まあまあまあ、まあ、微妙なダメージにしかならない。だったらこれ、やけどを負わせておいて正解だったねって話で、うわ、すんげえダメージだ。恐ろしい、下に恐ろしきダメージじゃ。そしてお盆飲みを食ってんのかな。何食ってんだよおめえ、試合中だぞ。で、これでさっきのよだめ的にグラードンがマジカル社員で縛れているっていう情報も分かった。そして葉緑素の不思議花に関しては、ゼルネアス、葉緑素で素早さが2倍になろうともジオコンを積んだゼルネアスの上を取ることはできないんで、だからこれはマジカル社員打ちながら先送りでいいよね。先送りじゃねえわ、トリックでいいんじゃない。そしたら不思議花返せるぜ。不思議花返そう。オッケーオッケー、これ通っていく。トリックで、で、相手のアイテムを奪おう。回復機のみとか持ってないっすか。脱出ボタンを、あ、助けだ助けだ。で、これでこうすることによってグラードンを倒しながら不思議花を何もさせずにベンチに一度送り返すことに成功するはず。完璧すぎる。完璧すぎんだけど。完璧すぎるぞ。で、ここから、不思議花と、
誰だっけ、ガオガエンでしょ。でガエンの、あ、ガエンももうゴミダメし、ゴミダメージしかじゃねえわ、ゴミ HP しか残っていない。で横に出てくるのは不思議花なんだけど、素早さ順はゼルネアスが1位で、で猫魂があるんだったら、まあ、猫魂がゼルネアス方向に飛んでくるかといったところか。でこれ先送りとかやる意味あんまないんだよね、あのゼルネアスが一番早いから。ここ守りながら、守りながら闇ラミのイカサマで落とすべきか。守りながら猫じゃなくてイカサマでガオガエン落とすべきじゃない。でだって不思議花の攻撃で闇闇がワンパンはないぜ。なぜなら気合の助けを不思議花から奪っているから。だから超絶安全に行くんだったら、だってこれあの猫魂、ガオガエンの猫魂でゼルネが飛ばされたらきついもんな。そうだよな、完璧に読み切っていく。は？お前頭おかしいぞ。それはそれは厳しすぎる、やってることが。待てよ、これまた分かんなくなってきたじゃねえかよ。まあ、これはマジカルシャインですね。マジカルシャインで左は落として、でいやもうこれイカサマ、闇波がいつ起きるかっていうゲームになってるな。だいたい眠り粉の命中率なんてなんか 70% かそこらだろうが、ふざけんじゃねえぞマジで。あのそれゲームじゃねえから、運ゲーなんだよ。おいお前、ええかげんせえよ、ぶち殺すぜめこれ。おい調子に乗るな、調子に乗るんじゃねえ。よっしゃー、いつまでもパチンコ気分でいるんじゃねえぞ、吐き違えるな。マッチングしました、プニコさん対戦お願いします。ガラルマタドガスとレジギガスのガラマタ、編成ね。でこれはミラーだからしっかり制していきたいね。あとはリザードン、カイオガザシアのテンプレートにオロンゲという舞台なんだけど、これは、まあ、ギガスドガスいっちゃってもいいんじゃない。これ初手俺行くわ、男のギガスドガスから入りながら闇ラミで、でね、グラードン出すと、これ天候ただ乗りでリザードンに悪用されるのが嫌なんだけど、悪用されたところでゼルニアスだったらムーンフォースとかいう メインウェポンが半減だから、結局グラードン連れて行かざるを得ないと思う。相手はこれなんやこれ、リザードンとオーロンゲ、全くよくわかんない2枚組から来ちゃったんだけど、これはあの日本バレみたいなサポート技があいつにあんのかな、オーロンゲにあんのかな。これもギガインパクトから行くからね。でこれあの化学変化ガスによっていたずら心も消えてるから、だからとにかく何かのサポートを受ける前にリザードンを消すことはできるはず。でマタドガスで消しながら、マタドガスがワンパンされることこのターン絶対ないから動かしていきたいんだよな。これ挑発打とうぜ、上から挑発打てばあのオーロンゲ止まるはず。オーロンゲは基本的にサポートね。まあ、仮に日本バレを、いや日本バレ多分打てないんだよねそもそも。これでも行動順はダイアタックが一番最初に入るでしょ、いたずら心効かないから。でいたずら心、うわバケモンみたいなダメージ出るんだけど、信じらんねえダメージ出たぞ今。でこれで相手の S 下げたから、種族地上は同速 のマタドガスと、あとオーロンゲーの対決を制すことができると思ったが、そうか、いたずら心いかんに関係なく、とにかくリザードンが次になるのか。で挑発が上から入るから、だから相手は多分ここで日本バレとか打とうとしてんじゃないのかな。どう、えっ、あーパワフルハーブだ、怖い顔や。いやそれは困っちゃうけど、まあとはいえこの耐え方してるから次の極炎も耐えんじゃん。耐えはするんだけど、どうなんかな。まあマタドガスでもう一回威嚇を入れることはできる、威嚇じゃねえわ、挑発を入れることはできる。これダイアタック、いや守る可能性がむっちゃ高い気はするんだよな。守るよな。だからダイアタックこっちに打ちながらヘドロ爆弾でリザードン削っていいんじゃない。倒しきれない気がするけど、なんで守ってこねえんだよ、守ってこいや。あーレシギガスがここでお役御免。この急所はまあどうなんだろうね、結局このターンの定数ダメージを耐え切るんだったら問題ね。あの急所とかいうゴミ要素は早くなくしてもらえますかね。この嘘泣きはだからいたずら心が効かねえんだって。だからこの素早さ順を整理してから出直してくれ。このダイアタックで絶対死ぬ。
で数的有利はとりあえずワンターン目から作れはしたが、このヘドロ爆弾でおそらくリザードンを落としきれないと思うんだよね。おそらくね、落としきれんでしょう。ただし、あ、落としきった。でかでか、あ、これは強い、これは強い。えらいぞ、またトガス。だとしたらこれさっきの大ジェット急所に当たって俺のレジギガスが、まあ、関係ないか、素早さ結局落ちてるから、まあいいわ、これはじゃあ甘んじて受け入れてやるよ。気持ち悪いけど、すごく不快だけど、もう本当にで、こういうゴミ要素は次回作では撤廃しろよ。新ポケだかなんだか開発してるのか知らないけど、そういうことをする前にやるべきことがあるんだよ。こういう対戦をゴミゲーにする、運ゲーにしてしまうクズ要素を早く消せって話でだ。これはなるほどね。これ誰の特性も起動しないんだけど、潮吹きプラスなんとかは結構きついんだよな。多分ザシアンの攻撃グラードンに飛んでくると思うの。これザシグラードン一発守りながら雑誌も守るっていう可能性は、このターンは可能性低いと思うんだよね。でこのターン鬼火ザシアンに打ってしまいましょう。グラードン守る、絶対ザシアンの方が早いから。これザシアン動かしてきてるね相手で。潮吹き、これ天候補正がないから特防特化、またトガスはこの残り HP からは耐えるはず。はい、完璧。またトガス偉すぎ。またトガスクッソ強い。巨獣をしっかりと守りきりながら、またトガスの鬼火が入ってゆく。入ってしまうんじゃのー。でですね、これはもうマタドガスがこのターンで死ぬことが非常にでかいです。なぜならこれで特性が復活するんだよ。で早い海洋画が先に天候を変えるだろう。だから後ろからグラードンが天候を書き換えることができるのと、これザシアンよりも先に海洋画の特性が起動したということは、相手の海洋画がこだわりスカーフを持っているという情報が確定です。だから海洋画は守れない、海洋画絶対守れない。だからここは闇闇でどうすかね。これはだから海洋画を止めればいいんじゃないかと思うんだよね。海洋画を止めてで断崖の剣でよくないか。で相手も残り2枚でしょ。王が止めて断崖でいいで、脱出ボタンが起動しようとなんだろうと全く問題ないんで、ね、守れないなお前はな。でザシアンも守ってないんだよね。で巨獣山がどっちに飛んでこようとこいつ火傷負ってるんで絶対耐える、 100% 耐える。グラードンだね。はい、この耐え方ができるんですよ。そして断崖の剣を広角レンズ持ちなのにも関わらず外していく。ふざけんじゃねえぞ、これまずいって、これまずいわ。これは話がだいぶ変わってきちゃったんだけど、ザシアンの攻撃もう一発ならグラードンが耐えるはずだから、ここ断崖の剣を打ちながら、あと海洋画の技を先送りにすればいいんじゃない。いや絶対耐えるよな、絶対耐える、絶対耐える、巨獣山絶対耐えるから。だからこれはちょっと海洋画のが控えめのシートか潮吹きとかだったら天候補正かかっててもわからんので、これは先送りで海洋画を牽制するべきで、巨獣山が当然飛んでくるんだけど、これは火傷負ってるから耐えるでしょう。絶対耐える、絶対耐える。はい、完璧、完璧な耐久、完璧すぎる耐久ラインをしていながら次はしっかりと当てていく。見たか、これが日本チャンピオンの見る景色や。難しいこのポケモン、くっそ使用難易度高いんだけど俺には早いか。ということで今日はこんなところにするんだけど、このチャンピオンの闇ラミポテンシャルの高さは理解できるんだけど、めちゃくちゃ難しい、使いこなす難易度がもう尋常じゃなく高い。ダブルバトルってシングルに比べて追い風やら、あとはトリックルームあたりで素早さ関係を操作してくるギミックが多いから、だからそれに関わらずな、どういう状況であろうと相手の技を先送りで、後回しにできるっていうこの闇闇の強さっていうのはすげえ十分重々理解してるんだけど、なんせね使用難易度が高い。もう盤面を完璧に理解して、で状況を読み切り、相手の手の内を透かし切って
って、で、やっと輝けるポケモンだと思うんで、こいつを使いこなすには、まだまだダブルバトルの技量が俺には足らないなというふうに感じたので、まあ、このポケモンをいつか使いこなして、日本チャンプとね、肩を並べられるような実力を身につけるためにも、ダブルバトルの腕を磨いていきたいと思いました。以上かな。で、育成論は一応、俺の闇闇じゃねえけど、概要欄に載せておくんで、よかったら参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。